まずはペットボトル三味線三宅。あと本当にあの三味線のお師匠さんです。今日はあの雨が降るから、これ猫の皮やったらこう皮が傷むのでですね、あの自作のペットボトルを利用した、ね、エコロジーな三味線で演奏してくれてます。ペットボトルやけど、そしてロボット、彼は去年カリフォルニアで行われた手作り楽器コンテストに優勝し、さらに先月東京で行われた第9回、エレクトロニックロボット選手権で優勝しました、勝田博士です。こんなわけのわからんメンバーと共に、今から20分ほどお送りしたいと思います。では1曲目再びでどうもいきます。ありがとうね。はい、ご一緒に減少する、はい、ダダダダダミダダダダダミ、部屋の湿度を吸収し、夏は涼しく冬暖かく、ダダダダダミダダダダダミ、イグソは平安時代から薬草として使われてるよ、ダダダダダミダダダダダミ、癒しの香りの成分は紅茶やバニラと同じなんです、ダダダダダミダダ、イグソのお茶を飲んだならお通じ最高、ダイエット効果、サルモネラ菌に大腸菌、水虫菌もぶっ飛ばす、あたた